日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は、原子炉よりも、はるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして、一部で、退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレ・ド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍のそして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2 ワット加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。
さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも、多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述した、オーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まず、アメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を、少なくとも5隻は調達するとめされている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で、未知の領域である、原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、巡送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を放棄にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は
1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの係留、保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA、サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を、再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では、2026年代に解体を終えるとしている。が味方護衛艦、6番艦アガノが浸水したという情報を入手しました。今回は、アガノ浸水について見ていきますね。悪魔的な建造力は、日本が、世界から注目を集めています。少人数化された AI 護衛艦の凄さは、世界に知られることに、世界に向け、日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊が急ピッチで建造を進めているもが味方護衛艦。ネームシップで一番艦のもが味が2022年4月28日に就役して以来、2番艦熊野、3番艦のし、ろが2022年中に就役しました。続く4番艦みくまが2023年3月就役予定。5番艦矢作と6番艦阿賀野が浸水して偽装中です。このように、1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、も、が味方護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。このもが味方護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの艦隊護衛が主な任務ということです。そして、M は、多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、味方護衛艦は、対戦、対空、対艦における、護衛艦にこれまでの求められてきた、艦隊護衛任務をはじめ、掃海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、
DD という監視記号を付与していました。海上自衛隊の監視記号は、この他にもあります。例えば、混合型のように、艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディット、ミサイルの G をつけて、DDG としています。出雲、片やヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対潜作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、近海での活動を主担当とする、アブクマ型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という監視記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していた、クス型護衛艦以来となります。この FFM もが、2型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、そういった任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら、増強を図ることを目的として、多様な任務への対応能力の向上と、艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が、必要であるとして FFM という新艦種のもが、2型が計画されたのです。防衛装備庁による当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と、船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点では、この FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には、当初計画から3割ほど大型化した、3900トン型護衛艦となったのです。も、が、2型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルです。機関方式は、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている艦隊のデザインには、特徴があります。レーダー反射断面積 RCS を低減するために、主船体、上部構造ともに、外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため、全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置も、かなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、
上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、身型に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A 型と呼ばれている、航海2型、チャンハイ型フリゲートです。ロシア海軍ではアドミラルゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラルゴルシコフ級のネームシップで、一番艦アドミラルゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO に対して、極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラルゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS、垂直発射艦を32セル搭載していますが、目下2型は、その半分の16セルしか搭載していません。数が多けりゃ良いというものではありませんが、実は、VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため、未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造されたアドミラルゴルシコフ級ともが、身型の運用目的の違いにあります。目下、身型は、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去、および、不設の機雷戦能力までをも付与された、文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。目下、身型護衛艦は、62口径5インチ砲、127mm 単装砲が、一門、国産の遠隔操作式無人重火、RWS が、2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては、近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として、対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているほかに、先述したように、マーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。また、ヘリコプターの搭載機能も合わせ持っているので、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そして、この母が身型護衛艦は、乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると、大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に前型と耳なされる DE 阿武隈型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、身型よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は約120名と想定されていて、それよりも、大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、身型が、およそ3割も、人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。消費化に、伴い、もが身型では、クルー制の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら、稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、もが、身型では、すでに就役している艦と、
今後建造される艦の偽装が、すべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても、海上自衛隊では、初めての試みになるそうです。レールガンという言葉を聞いたことがありますか？日本政府が開発を急いでいる武器です。今回はこのレールガン開発はどこまで進んでいるのかについて見ていきたいと思います。まるで SF のような話ですが、実際には近未来の話のようですよ。新年2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。それへの対抗手段として、2022年の防衛予算に研究開発費が計上されたのがレールガンです。このレールガンについて、1月12日放送の BS 日テレ、真相ニュース内で、小野寺御殿元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員が語った内容が話題になりました。レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などについて話したようです。最近、国防や軍事関係に詳しい人の間では話題に上ることが多いレールガンです。では、このレールガンとはどんなものでしょう？一言で表現すると、火薬を使わず、2本の通電性の良いレールに、高電力を流し、その電気エネルギーが磁場を発生させ、レールに乗せた弾体を射出する仕組みで、電磁砲とも呼ばれる次世代兵器を指しているのです。このレールガンは、試作段階で、200km 以上の長距離の射撃が可能だそうです。理論上、火薬で発射する、銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、低コスト活連射も可能とされるので、飽和的ミサイル攻撃などへも対処可能と思われる兵器と考えられています。防衛省がこれまでに試作したレールガンによる発射試験の結果ですが、発射初速は 2300m/秒、およそマッハ6の初速が観測されたということです。戦車砲の発射発と言われる1700から1800m/秒を上回っていますし、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段として期待していると言われます。その証拠に、2022年度防衛予算では65億円に上る研究開発費を計上しているのです。前での真相ニュースの中で、キャスターから質問がありました。レールガンを開発するメリットは何ですか？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで遠いターゲットに当てることができると考えていますし、ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射可能と聞いていると答えた上で、アメリカ軍による地上試験では、射程 370km という報告があり、連射性能向上の可能性も述べました。そして、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるとも付け加えました。キャスターの強力な磁場を発生させるための装置は必要ですか？という質問に対しては、先行国であるアメリカが、10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出力する電源装置開発が難しかったことを提示し、
特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったことがその理由ではないかと指摘しました。現状でレールガンを艦載可能な艦艇として例示したのが統合電源システム IPS を持つズムウォルト級駆逐艦でした。 IPS は大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムなので、レールガンの発射は可能と見ていますが、発射には高電力が必要なので、他の電子装置が使用不可能になってしまうため、実際に艦載は難しいとみなした上で、日本ではこういった電源システム関連の研究が進んでいるから、技術の優位性があると結論付けたのです。小野寺元防衛相へも質問がありました。現在では発射されたミサイルを撃ち落とすために非常に高価な迎撃ミサイルを使用しているが、安価で連射可能なレールガンの有用性をどう評価しているかというものでした。小野寺氏は2012年に初めて防衛大臣に就任した時からレールガンについて割り返していた多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年、防衛省に再任した際には、レールガンの試作機は製作過程だったので、その段階でかなり高スペックを持っていることは感じていたとも語りました。続けて、自分は現在自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長という立場もあって、レールガンの性能向上のために予算計上などを応援している小原研究員と同様、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている陸上配備で対応可能と思われるが、日本の専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備の一つであると考えるといった認識を示しました。番組では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性にも触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動するとされる、極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった疑問が投げかけられました。もちろん、今後巨額に膨らんでいく可能性が高い研究開発費などにもついて、両氏に鋭い質問が飛んだのでした。電源問題については、研究員も実用化に対する一番大きな問題と認識し、電源を常に確保できる環境でなければ、蓄電池などの装備が必要になってくる。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射はできないことを指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスにありますし、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで優位性を活用すべきと語りました。気になる極超音速ミサイルの変則軌道への対応についてですが、小野寺氏は、レールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムやパック3ペトリオットなど、現在のシステムと複合的に防衛に当たるとした上で、レールガンを含めて飛来するターゲットに標準を合わせて的中させるということのみの発想ではなく、当たらないまでも近距離で炸裂させるなど、様々な可能性を研究するべきと考えていて、それはまだ始まったばかりだと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、速度が上がるほど運動性が低下する事実を指摘、高度を下げると空気抵抗によってスピードが下がることから、変速軌道を取れるのは空気が薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がれば、いずれまっすぐ落ちてくる。その際にレールガンを連射して迎撃できれば、
超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガンの開発は古く、60年前の1960年代、昭和35年から構想があったそうですが、本格的に動き出したのはここ10年ほどで、実現性に疑問を挟む声もあるようです。しかし、小野寺氏は防衛大臣在任中に防衛省幹部のレールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく対艦攻撃への活用という構想もあり、実現する可能性は高いと言っているのです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までには試験を終えて実用化に進むかどうかに注目したいと希望を述べました。小原研究員は、2028年までに開発を終了するというのは、かなりのスピードで、日本のこういった急速な技術開発を進められる力を、具体的に世界へ見せつけることによって、抑止力を高め、日本が主体性を持って、アメリカと共同開発を進めていくことで、中国が日本には主体性がないと見ていた、目を変えさせることができると語りました。そして、日本が今後、革新的技術をさらに高め、ゲームチェンジャー的なものを開発し続けられるようになったら、日本下手出しすることを躊躇するようになり、戦争を起こさないことに繋がっていくだろうと推測を述べました。海上自衛隊最大級の護衛艦出雲と加賀の F-35B 戦闘機艦載改造計画が着々と進む中、世界では無人機へのシフトが急加速し、なんとアメリカが第6世代戦闘機開発を中止するとの発表も。今回は護衛艦出雲と加賀の改修工事完了で、イージス艦も打撃群として編成を詳しく見ていきます。日本は海洋国なので、護衛艦や潜水艦は必須。あとは、無人機の開発と導入でしょうね。サイバーだけでなく、ドローンパイロットも育成しないと。2023年現在、世界で6番目を数える。排他的経済水域と領海の面積を抱える海洋国である日本は、やはり、その防衛戦力の用として、海上自衛隊を位置づけており、時の防衛方針に則った装備体系の整備を継続している。大規模な海上自衛隊の装備品に目をやれば、2022年末に閣議決定が行われた、中期防衛力整備計画新ため、今時より、防衛力整備計画とされたその中で、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機の整備が謳われている。日本の自衛隊は、日本国憲法との絡みや、政治的な位置づけのために、大型の水上戦闘艦を、護衛艦と一律に呼称しているが、世界的に見れば、コルベット、フリゲート、駆逐艦、航空母艦等の区分が一般的である。海上自衛隊の護衛艦において、その世界的な基準に照らせば、も、が、身型は、フリゲート、艦式号、FFM、マヤ型等のイージス護衛艦は、駆逐艦、艦式号、DDG、そして出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、ヘリ空母、艦式号、DDH に該当する。出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、現時点でも、海上自衛隊が保有する、最大規模の艦艇であるが、回転翼機を、最大で、
5機まで同時に初着陸させることが可能な全通式の飛行甲板を備えており、出雲と加賀の2隻が就役している。この出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦の出雲が2015年3月、2番艦の加賀が2017年3月に就役を果たしたが、当時は、その全通式の広い飛行甲板を装備する外観と形状から、一部からは大きな反発の声が上げられてきた。その根拠とも言えるのが、日本国憲法が禁じている内容に、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が抵触すると、自由主張であり、従来から禁止令として挙げられてきた航空母艦に、同艦は該当しているとする非難であった。確かに、1950年代の日本政府は、自衛隊が保有することを禁じられると解釈される兵器の具体例として、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、航空母艦を挙げてきたことは事実だが、航空母艦には、さらにその前にある形容詞が添えられている。キレこそが、日本の自衛隊が保有を禁じていると当時も説明されたのは、攻撃的な航空母艦という言い方であり、あくまでも、将来的に、海上自衛隊が、航空母艦的な艦艇を保有しても、攻撃的でない限り、その解釈と矛盾しないとする反論だった。就役時の出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、その艦載機としていたのは、対潜哨戒用の回転翼機がメインであり、これらが果たす役割とは、攻撃的な航空母艦のそれとは違うというのが、日本政府のスタンスだった。しかし、こうした日本国内の解釈の問題を別とするならば、世界的に著名なイギリスのジェーン年鑑等の分類でも出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦はヘリ、空母というカテゴリーに数えられており、国際的な基準に照らした際の扱いは、確かに、空母の一種であるだろう。そもそも、航空母艦に対して、それが、攻撃的であるか否かを区別することに、本来的な意味などなく、太平洋戦争の敗戦によって、軍隊の保有は行わないという、政治的なスタンスを日本が続けていることの齟齬は、隠すべくもない。ただし、こうした傾向は、太平洋戦争の敗戦から、徐々に緩和されてきていることも事実であり、かつては、陸上自衛隊では戦車という単語すら、使用が自粛されており、特車という、珍妙な単語が用いられた時代もあった。さて、そんな扱いを経てきた出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦であるが、一番艦たる、出雲、が就役した翌年の2016年末から、固定翼機を運用することを想定した改修工事の実施の検討が具体的に進められることとなった。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、いずれもジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場にて建造が行われた艦艇だが、同社は2017年度をかけて、無人航空機を含む固定翼機の運用研究を委託業務の形で取り組んだ。ここで対象とされた固定翼機とは、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した F-35 ライトニング 2B 型のことであり、同機は2007年7月に初飛行の後、2015年7月にはアメリカ軍における初期作戦能力の獲得がなされている。短距離離陸、垂直着陸が可能な、この F-35 ライトニング 2B 型については、すでに、2013年中頃から、日本でも導入を検討しているとの報道が行われたが、その時点で、日本政府は、こうした動きを否定しており、世論の動向と、今後の手順を模索していたものと思われる。やがて前述した2017年度をかけてのジャパンマリンユナイテッド社が実施した無人航空機を含む固定翼機の運用研究の委託を経て、2018年末の防衛計画の大綱と G
中期防衛力整備計画の閣議決定によって、その方針は固められた。いすも、型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、最大幅が 38.0 メートル、深さが 23.5 メートル、喫水が 7.3 メートルの艦隊を持ち、海上自衛隊の艦艇中で最大の規模を誇る。よく、いずも、型ヘリコプター搭載護衛艦の大きさを表す表現として、旧大日本帝国海軍の正規空母であった、飛龍よりも、大型であるとの形容がなされるが、太平洋戦争時の艦艇と比較しても、あまり意味はないように思える。いずも、型ヘリコプター搭載護衛艦は、機関部には、ガスタービン機関を4機据えた、護ガグ方式を採用しており、これによって、最大出力11万2000馬力を発生させ、最大速力も30ノット以上を確保、最大14機の回転翼機を艦内に収容して運用することが可能である。この大きさゆえに、いずも、型ヘリコプター搭載護衛艦は、乗組員の定数も、およそ470名と海上自衛隊の艦艇の中で最大規模であるが、艦載機の運用に特化した仕様であるため、兵装は 20mm バルカン砲システムのシースを2機とシーラ、ムッポ2機の近接の固艦防空のみに限定されている。これとは異なる運用思想のもとに建造されたのが、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦の原型となった初の DDH タルヒューガ型であり、全長、全幅、排水量のいずれも小規模ながら、ある程度、単艦での行動も意識した兵装が施されている。ヒューガ型は、基準排水量が 13,950 トン、満載排水量が 19,000 トン、全長が 197.0 メートル、最大幅が 33.0 メートル、深さが 22.0 メートル、喫水が 7.0 メートルの艦隊であり、いずも、型ヘリコプター搭載護衛艦よりも、2から3割は小さい。にもかかわらずヒューガ、型には、兵装として、いずも、型と同様の 20mm バルカン砲システムのシウスを2機搭載する以外にも、マーク 41VLS、垂直発射艦16セルや3連装の 324mm 単魚雷発射艦を2機装備しており、比較的強力な仕様となっている。裏を返せばヒューガ、型護衛艦と異なり、いずも、型ヘリコプター搭載護衛艦は、必ず次艦を護衛する他の艦艇との組み合わせでの運用が前提とされており、やはりベストなのは、イージス護衛艦との艦隊行動となるだろう。海上自衛隊は、2023年8月の現時点で、合計で、8隻のイージス護衛艦を保有、運用中ではあるが、これらは、訓練、メンテナンス、実戦配備のローテーションを考慮すれば、同時の稼働数は2から3隻というのが実情である。さらに、稼働中のイージス護衛艦は、北朝鮮島からの弾道弾の攻撃を迎撃するミサイル防衛任務のため、現状では少なくとも2隻が日本の周辺海域に待機せざるを得ず、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦と艦隊行動を共にする余裕はほとんどない。2023年度のからの防衛予算の増加に合わせて、イージス護衛艦も8隻から10隻への造成が盛り込まれたが、ミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦2隻が収益を果たすまでは、こうした状況を抜本的に改善することは困難だろう。